娘がね11歳で亡くなっているので、娘と暮らしてきた11年とまた娘がね亡くなってから11年という月日を改めて、今日ね感じて、これからまたねいろんな歩みとして、また一歩始まるのかなっていう、そういう思いで今日は、手を合わせながらね娘と話をしました。ここはまあ、辛い悲しい部分もあるし、娘と一緒に学校生活いろんな楽しかったこともいっぱいあって、まあ、運動会や学士発表会いろんなそういう思い出の、いっぱいある場所です。で、まあ、学校の校舎の方もね、娘の名前ネームとかもいっぱいあったんですけども、やっぱり11年経ってくると名前が消えてしまったり、いろんな思い出のものもね薄く、消えてしまっている部分もいっぱいありましてね、これからこの学校どう保存していくのか本当に心配なこともいっぱいあります。で、未だにね見つかってない子どもたちもいますし、捜索も打ち切りということになると本当にね皆さん辛い悲しい部分もあるし、まあ、これから自分たちがどう生きていく、どう活動していく、いろんなね、またみんなで話し合いしながらね、歩んでいこうかなとは思いますね。